山岳救助ではどこに要救助者がいるかわからない。チーム力を分散させるわけにはいかない。登山口で待機する。待っていたら助けられない命もある。別行動は絶対に避けるべきです。極限の状況下で北見チーフがいなければ他のメンバーは混乱します。私は賛成です。山に入りましょう。兄さん勝手に行動しないで。これまでは北見チーフの判断に従っているだけでよかった。しかし今回は厳しい結果になるかもしれません。兄さん東京 MER 日曜夜9時。2人でのオペは無謀だ。俺は小田先生やみんなを信じてます。